こんにちは、第八郎です。今回はワンピのみ第12回戦全4種サボ、コアラ、エンポリオ、イワンコフ、モンキー D ドラゴン、こちら開封していきます。来ましたね、革命軍4人、まあベティはいませんけども、 あとカラスとかね、他にも革命軍いますが、まあ今結構登場されている革命軍の主要キャラですね。見ていきましょう。はい、まずコアラですね。はい、こんな感じ。帽子のね、感じがすごくいいですね。はい、決まっております。素晴らしい。細かいところも。服のね、フリルとかね、ちゃんと表現されてますね。いやー、いいですね。うん、すごく可愛らしい感じで、いやなんかね、最近はねちょっとクオリティが安定してね、素晴らしいですね。ワンピのみ、はい、コアラです。はい、次はモンキー D ドラゴン、こちら、いやーかっこいい。横顔めっちゃいいですね。ちゃんと顔のね、入れ墨マーク入っておりますけども、ヒゲもね描かれております。いやー、頭のツンツンもね素晴らしいですよこれ。はい、こんな感じで、いやまだまだ謎の多いドラゴンでございますけども、いやいいんじゃないでしょうか。はい、横がいいねこれね。はい、次はサボですね。もうずっと大活躍されてるサボでございます。かっこいいこれ、めちゃくちゃいいなこれ。サボめっちゃかっこいい。うん、いやとても素晴らしいですね、ポージングとかも。いやーめちゃくちゃいいな。いやすごくいいんじゃないでしょうか。素晴らしいですねこれね。はい、サボ。はい、最後はイワンコフ。これね、これめっちゃいいですよ。いやめちゃくちゃいいですこれ。あのマントのね、後ろもねちゃんと表現されてるんですよね。ちょっと見えにくいと思うんですけども、ちょっとね すごい格好しますよね、改めて見るとねこれね。はい、こんな感じ。いやめちゃくちゃインパクトある顔。でもこのちっちゃいね、この王冠がね、すごいいいですね。めちゃくちゃ髪の毛の感じとか、いやもうなんてもんって顔面ね、いや素晴らしい。いやーめちゃくちゃ強い、すごい、でもね重要キャラですよね。素晴らしい、なんていうんですかね、万能ですよねこのキャラね。はい、イワンコフです。いやーすごいな。で、今回のカプセルは紫色でございます。はい、綺麗ですね、グレープ味みたいな感じでございます。はい、それでは、全4種ね、改めてまたターンテーブルでちょっと回していきたいなと思います。それではいってみましょう。
はい、いかがだったでしょうか。ワンピの実第12回戦全4種、コアラ、ドラゴン、サボ、イワンコフ、まあ、いわゆる革命軍の4人ですね、これね。まだまだ革命軍いますけども、いや、素晴らしい。で、最近ワンピの実ね、すごくクオリティ高く安定してるなと思って、すごいいいですよね。うん。でも今回はね、いや、イワンコフですよね。素晴らしい、見るだけですごい元気になる、まあ麦わらの一味もね、ルフィとかサンジとかすごくイワンコフにお世話になっておりますから、はい、いやとてもね、いや今後の展開もね、今すごい革命軍がねちょっとずつね出てきてますよね、まあまだまだ謎は多いですけども、うん、いやまあでも他にもね、ベティとかね、僕カラスとか好きなんですけども、見た目がね、他にも今いっぱい出てましたね、軍隊長たちが、いや今後も楽しみでございます。まあワンピの実はね、これからも開け続けていきますんで、よろしくお願いします。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。